どうも皆さんこんにちは、チャクバサです。本日はですね、ヒルトンホテルポイント購入最大 100% ボーナスポイントキャンペーンが来ておりますので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、ヒルトンホテルはですね、定期的にねポイント購入セールをやっておりまして、今回もですね 100% ボーナスポイント、購入した分がですねそのまま 100% ボーナスでねもらえるキャンペーンがね来ております。で、今ですね円安がねまたすごくね来ておりますよね。ですのでポイント購入自体はですね非常にね高額っていう風になりますので、まあ基本的にねお勧めできる方はね限られているっていう風になっておりまして、来月ね夏休みとかもありますので、まあそこでねヒルトンホテルね現金予約している方でポイント購入してね取り直した方が安い方であったりですね、繁忙期、まあ夏休みもそうですけども、年末年始とかね、来年のゴールデンウィークとかね、まあそういった時に、まあ利用する予定のある方、またね、ポイント予約で5連泊するとですね、ヒルトンホテルポイントのプログラムは5泊目がね、無料になる特典があるんですよね。まあこれはポイントで利用しないとね、利用できない特典なんですけども、こういうのでですね、利用する予定のある方はですね、ポイント購入してもですね、まあ結構ねお得になるかななんていうふうに思いますし、まあポイント5連泊ね利用される方はこれはね非常にお得になるっていうふうになりますんで、まあこういったね使い方、利用される予定のある方はですねお勧めっていた形になります。で、毎回ね言ってる通りですね、ヒルトンホテルのポイントはですね、アメリカのねポイントサイトトップキャッシュバック経由をね、していただくとですね、今ね 2.5% 還元、まあ基本的に 2.5% 還元ぐらいね取れるっていうふうになりますんで、まあポイント購入っていうのはね結構高額ですので、ぜひね取りこぼさないようにしてください。で、このトップキャッシュバックはですね、ペイパルってありますよね。 ANA のね国際線の支払いとかにもねこのペイパルって利用することができるんですけども、まあこちらに引き出して日本の銀行振り込みもできますし、またねそのままペイパルの残高としてアメリカ入国のエスタとかね、こういった支払いにもね利用することができるっていう風になりますんで、このねトップキャッシュバック経由もですね、ぜひ忘れずに利用していただければなと思います。ということで、キャンペーンの内容ね、いきましょう。期間がですね、2023年の7月の19日13時59分までっていう風になります。で、特典ですね、今回ポイント購入していただくと、最大ね 100% ボーナスポイントっていう風になりまして、条件はですね、5000ポイント以上ね、購入していただくと 100% ボーナスがね、利用することができます。で、上限はですね、最大16万ポイントまでということで、こちらはですね、キャンペーンによってね、8万ポイントまでだったり、16万ポイントポイントだったりねするんですけども、今回に関してはですね16万ポイントまでね、購入することができるようです。で、ちょっとね申し訳ないことに、私ね公式サイトがですねちょっとねログインが今トラブってまして、前回もそうだったんですけども、今ねちょっとポイント購入画面がね見ることができておりませんので、ちょっと8万ポイントまでになってるか16万ポイントまでになってるかですね、ちょっとね今確認することができません。ちょっとね確認ねしていただければなと思います。海外のブログとかを見るとね、今回16万ポイントまでっていう風になっているようです。で、ポイント付与はですね、購入後48時間以内にね、付与されるっていった形になります。で、今回のキャンペーンの注意事項としては、このキャンペーンね、ちょっと前から始まっておりまして、7月の19日13時59分までっていう風になっておりますので、こちら日本時間なんですけども、まあ購入される方はですね、まあ7月の18日明日いっぱいまでにね、購入していただくと、まあ間違いなくね、利用できるかななんていう風に思いますので、早めにね、購入していただければなと思います。それではですね、ちょっと私の方ですね、1ポイントの単価を出させていただいたわけなんですけども、ちょっと6万ポイントのね、ところを見てください。で、今ね、ドル円のレートが冒頭にも言った通りね、非常に円安が進んでいるっていう風になりますんで、今ね、1ドル 138.60 円ということで、またね、かなり上がってしまっておりますよね。こちらね、5月ぐらいにもあったんですけども、その時よりね、0.1 円ぐらいね、上がってしまっているっていう風になります。で、6万ポイント見ていただくと、今回ね、6万ポイント購入していただくと、600ドル。で、今回ですね、100% ボーナスっていう風になっておりますんで、6万ポイント購入すると、プラス6万ポイントがもらえて、12万ポイントっていう風になります。それが、価格として、1ドル 138.60 円で計算すると 83,160 円で、基本的にね、クレカ決済になると思いますので、外貨決済手数料ね、だいたい 2% ぐらいね、上乗せされると思いますので、84,823円っていった形になります。このね、外貨決済手数料 2% っていうのはですね、まあ私の動画でね、結構紹介させていただいておりますけども、レボリュートありますよね。今ちょっとね、クレジットカードからのチャージでね、1.7% のチャージ手数料ね、導入されてしまいました。
ましたので、まあ、基本的にね、銀行振込でね、利用していただくのがね、おすすめっていう風になるわけなんですけども、もしね、このレボリュートで購入していただくと、大体ね、この 2% の手数料ね、かからず、利用することができるかな、なんていう風に思いますので、もし購入される方はですね、レボリュートにね、銀行振込していただいて利用していただくのがね、おすすめっていただいた形になります。まあこのね、外貨決済手数料込みだとですね、1ポイントの単価はだいたい 0.7 円っていった形になります。冒頭にも言った通りですね、ポイント購入っていうのはね、基本的に結構高いので、まあしかもね、ヒルトンホテルポイントの場合はですね、すぐね、来週の週末使って、まあお得に利用しようみたいなね、まあそういった使い方はですね、正直ね、厳しいっていった形になります。日本国内でね、まあすぐ使ってすぐお得になるっていうのはですね、6京都ぐらいですかね。あそこはもともとね、現金決済が非常に高いっていう風になりますんで、まああちらであればですね、すぐね、お得に利用することは、まあ日にはよりますけどね、できるかなっていうところなんですけども、日本国内ね、まあそれぐらいですかね。まあ先月のね、末から、ヒルトン宮古島ね、開業しておりますよね。まあ、ここら辺だったらですね、まあ、いいのかななんていうふうに思うんですけども、これもね、繁忙期じゃないとね、まあ、おそらくね、1ポイント 0.7 円以上ではね、使えないかななんていうふうに思いますので、まあ、夏休み期間にね、使うみたいなね、まあ、そういったタイミングであればですね、いいのではないのかなと思います。で、ヒルトンホテルね、ポイント検索ね、する場合は、まあ、アプリでね、利用される方ね、非常に多いと思うんですけども、PC のサイトだとですね、こういった感じで検索することができるんですよね。マリオットボンボイだとですね、アプリからね、こういった感じでカレンダー表示がね、できるんですけども、ヒルトンはね、PC サイトじゃないとね、できないっていう風になりますんで、ぜひね、ヒルトンホテルね、検索される方はですね、PC サイトでね、利用していただくのがね、いいのかな、なんていう風に思います。で、こちらの利用方法なんですけども、まあ、こういった感じで、ヒルトンホテルのサイトがあって、日付の部分がありますよね。青字で今、17、18って書いてあると思うんですけども、ここをクリックしていただいて、下にね、カレンダー料金を見るっていうのがありますよね。こちらをクリックしていただくと、こういった感じでですね、カレンダー表示でね、ポイントでも現金でもね見ることができるっていう風になりますんで、ぜひねこちら知らなかった方はこういった感じでね検索していただくとですね、利用しやすいかななんていう風に思いますので、ぜひね覚えておいてください。でこちらね、6京都の料金表なんですけども、8月のね6京都であればですね、まあお盆の時期もですね、11万ポイントでね、宿泊することができるね、日付が結構ね、多く設定されているっていう風になりますんで、まあ日本国内だとね、6京都だとね、結構いいのかななんていう風に思うんですけども、まあ6京都であってもですね、まあ土日繁忙期以外ですね、今ね、6万5千円ぐらいまでね、まあ値段下がってるっていう風になりますんで、12万ポイント、6万ポイント購入すると、だいたい8万円ぐらいっていう話をさせていただいたんで、まあ、やはりね、繁忙期と土日であればですね、まあ、いいのかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、それ以外だとですね、やはりね、日本国内で、まあ、お得に使うっていうのは、先ほど言ったね、ポイント5連泊とかね、まあ、利用していただくとか、スーパー繁忙期じゃないとね、お得に利用することができないっていうふうになりますんで、この点をね、注意していただければなと思います。ということで今回ですね、ヒルトンホテルポイント購入最大 100% ボーナスポイントキャンペーンが来ておりましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、ヒルトンホテルね、ちょっと前からね、アメリカ国内の朝食はね、フード&ビバレッジクレジットに切り替わっておりますよね。まあ、これがね、2021年の7月ぐらいからね、導入されたと思うんですけども、まあ、それが年内までついて、2022年は延長で、2023年は延長で、まあ、今ね、来ているわけなんですけども、それがね、まあ、どんどん拡大するんじゃないかみたいな感じでね、まあ、言われてたわけなんですけども、まあ、ヒルトンホテルね、これから一向にね、情報出てないっていう風になりますんで、まあ、今後は、あれなんですかね、ひとまず、アメリカ国内はね、このフード&ビバレッジクレジットね、継続されていくんですかね。まあ、またね、なんか情報出ましたらですね、またね、動画解説させていただきたいな、なんていうふうに思いますので、ぜひね、チャンネル登録しておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。